After we observed the two greedy servants and their, maybe I say, helpless master, now in the next play tonight, we are going to examine a different kind of archetype character in Kyogen plays, which is the very fierce, very scary, fearsome wives. In Kyogen, the typical way of presenting a woman is a white, kind of like funny-looking white scarf around her head. So that is a woman role. In this play that is coming up, Susugigawa, the wife and the wife's mother, so double up on the bullying of the poor husband. So they are very mean to the husband, who is a very nice but sometimes smart guy. So you will know why or how. And the story is that the story happens at a river. So the story started when the husband is actually doing laundry along at the river. And then the wife and the mother-in-law keep making a lot of like demand on him. And at one point, he was very frustrated. And he said, okay, let's be strategic, you know. And he came up with the idea that you gals must write down all your demand on a piece of paper. Otherwise, I will not do it. So then when the wife fell into the river trying to chase after a piece of kimono, then the husband goes through her list and say, So then, ladies and gentlemen, you will find out what happened after that. So we bring to you Susugigawa. まかりいでたるものはこのあたりに住まいいたすものでござる。それがしの女どもはことのほかわわしい女でござって、私を追いつかいまする。またこれに姑殿がござるが、これに劣らぬわわしい人でござって、行人に抱いて私を背びらかしまするによって、身の休まる暇とてものでほうど迷惑いたすことでござる。今朝も今朝とてこのようなすすぎものを抱いてきて、裏の川へいて洗濯をしてこいと申しまする。是非に及ばぬ、参らずばなるまい。まずそろりそろりと参ろう。いやまことに世に男と生まれて女などに追いつかわるるというは迷惑なことではござれども、何を申しても身どもは入り婿のことでござるによって、是非もないことでござる。いや何かと申すうち、はや裏の川へ参った。はあ、こんにちは。寒いことでござる。さらば、すすぎものを始めよう。
ムサヤムサヤ、ようもようもこのようなものを笑えとがない得たものじゃ。さらばすすぎものをはじめよ。やったね。ガラ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 、ああ冷たやな冷たやな、ああ手も足も覚えがござらぬ。ガワ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 ガラ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 、これもはこれにござるぞ。いや、女どもの声がいたす。また口ごわに申すものでかなあろ。いや、申し申し、これの、これのはどれにござるぞ。いや、申し申し、これの、これのはどれにござるぞ。いや、申し申し、これの、これのはどれにござるぞ。えい、女ども、これにいるが何事じゃ。いや、そなたはまだすすぎものをしていさしますか。なかなか、まだしまわぬことじゃ。これはいかなこと。今日はそばを打たねばならぬによって、はようすすぎものをしもうて、こう引いてくだされいと、あれほど申したではござらぬか。いかにも受けたまわったが、これ、このようなおびただしいすすぎものじゃによって、まだしまわぬことじゃ。いや、仏教や仏教よ。わずかこればかりのものが、いまだしまわれぬということが、あるものかいやい、あるものかいやい。それならば今しまうわいやい。ガラ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 ジャブ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 ガラ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 わわしい女でござる。世に女はあまたござれども、何の因果であのような女と添わねばならぬことじゃしら。またすすぎものをはじめよ。ガラ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 、ジャブ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 、ガラ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 、ジャブジャブジャブガラガラ。お子供はどれによりゃるんだ。いや、姑殿の声がいたす。どこはどれに。これがこわものでござる。向こう殿はどれにいざしますぞ。あっ、姑殿、これにおりまする。それにおりゃんだ。いるならばいるとはよ。Yeah.
からはまだすすぎものをしていさします。なかなかまだしていさします。それはいかな、昨日あれほど言うたに早く忘れあった。なんでござりました。なんでござりましたと言うて、今日は風呂を立てるによって水を汲めと言うたではないか。いかにも受けたまわってござるが、これこのようなおびただしいすすぎものでござるによってまだしまわぬことでござる。いや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 、そなたは親に向こうで口答えをして。いやいや、さようなことは。いや、別このわいかうちが甘やかいても国によって横領。今日はちと可愛がってあげましょうか。いやいやいや、いたしまする、いたしまする、いたしまする。何いたす。なかなか。これはまことか。まことでござる。真実か。一条でござる。それならば、まだじきに見回りに来るほど、これまでにすすぎものをしもうて水を汲むでおかしめや。かしこまってござる。せずば今日の晩飯は抜きでござる。世に男はたくさんおるというに、あのような愚鈍な男を娘の婿に持ったというは、因果なことじゃ。ナムアミダブツ、ナムアミダブツ。恐ろしや恐ろしや、橋に目鼻をつけても男は男でござるに、あのように言われても口返答一つならぬというは何としたものであろう。いや、またすすぎものを始めます。ガラ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 、ジャブ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 。最前これの男にきっと申しつけてござるによって、ガラガラガラ、もはやすすぎ者はしもうた自分でござろう。まいってよわすのよと存ずる。いや、もしもしこれのもはやすすぎものはしまわれましたか。まだしまわぬ。なんじゃ、まだしまわぬ。なかなか。おのれ、最悪あれほど言うてやるなら、まだしまわぬということがあるものかいやい。これには訳があるわけがある。横着をしておきながら訳のあるということがあるものかいよい。まず待っておくやれ。何と待てとは。最前シュートメ殿が見えられたのじゃ。それが何とした。まず聞け。シュートメ殿がおっしゃるには、今日は風呂を立つるによって水を汲めと仰せられた。それじゃによって姑殿の用を先にしょうか、そなたの用を先にしょうか、今思案のしていたところじゃ。はて知れたこと、わらわの用を先に差しめ。大別この間うちより姑殿、姑殿と申しては
カカ様のひいきばかり目さ。そんなことはない。夫婦を一心同体じゃとは申しませぬか。申さぬ申さぬ。わらわの用を先に差しめ。でもそなたの用を先にすれば姑殿が叱らせられるのじゃ。ああすればカカ様はこうでわらわこうないか。いやそなたは怖い怖い。わらわの用を先に差しめ。でもそなたの用を先にすれば姑殿が叱らせられるのじゃ。わらわはこうないか。いやそなたは怖いと言っている。それならばわらわの用を先に差しめ。そうすると姑殿が叱らせられる。わらわはこうないか。カカ様、こなた様はこれの男に何ぞ申しつけましたか。いかにも今日は風呂をたつるによって水を汲めと申しつけました。わらわも今日はそばを打たねばならぬによってこう引いてくだされいと申してござれば、とやこを申してええいたしませぬ。それはいかなく、水を汲んだ後は焚き木を割ってもらわねばならん。コーヒーた後は米をついてもらわねばなりませぬ。焚き木を割った後は風呂を焚いてもらわねばならん。米をついた後は拭き掃除でござる。風呂を焚いた後は飯も食べる。まず待っておくりゃね。そのように一時に仰せられてもいい覚えられることではござらぬ。おのれわずかこればかりのことが覚えられぬということがあるものかいやい。あるものかいやい。それならばこれを忘れぬように何ぞ神に書きつけてくだされ。なんじゃ神に書きつけ。なかなか神にさえ書きつけてくだされたならば皆忘れぬようにいたしましょう。これは日頃の愚鈍な婿殿には似合わぬ良い考えを思いついたもの。幸いこれに紙と筆とがあるほどに思う。悪い書きつけてやらしい。心得ました。それならばわらわもこれにて書きつけましょうほどに、かかさんも書き落としのないように思い抱いて言うてくだされ。あ、書き落としのないようにせねばなら。まず朝は一番鳥が鳴いたならば起きてもらいましょう。一番鳥が鳴いたならば起きてもらいましょう。もしタレが起きるのでござる。果て知れたこと。そなたじゃ。ほい。早いことじゃ。起きたならば、雨戸を開けて庭先に水をまいてもらいましょう。それがようござりましょう。心得ますか。それが数だならば、かまどに火を入れ、飯をたかしめ。飯が炊けたならば、わらわたちを起こして、その床を上げてもらいましょうか。それが数だならば、その後片付け。それより薪割り、絹すすぎ、田内米付き、そばこひき、牛馬に草を飼い、鶏に餌をやってもらいましょう。まだあるまだある、神仏へのお給仕。その上味噌醤油漬物の仕込み。ほうど忘れておりました。あのおむつの始末はずっとむさいものでござるによって、これはぜひともしてもらいましょう。くそ
臭いことはみなしてもらいましょう。してもらいましょう。その上わらわはこの中年寄っても腰が痛うてかなわ。日に三度は、マッサージしてもらいます。それがようござりましょう。まだあるまだある。わらわはもっと年取って目がかすうでなら、縫い物や針仕事はもうできん。これも婿殿にしてもらいましょうな。もしもし、私はついに縫い物や針仕事は痛いたことがない。わらわも縫い物や針仕事は増えてでござるによって、これはぜひともしてもらいましょう。してもらいましょう。さてと、もうござらぬか。もうなさそうじゃな。それならばこれにて止めておきましょう。それがよかろう。さあさあ、俺に書きつけておきました。それならばもはや書き落としはござらぬか。もはや書き落としはおりない。それならばこの文に書いてあることは皆いたしましょうが、書いてないことは何といたしましょう。果て知れたこと。書いてないことはせいでもよおりゃる。それはまことでござるか。まことじゃ。ようじてずそなたのような愚鈍な男が後から考えついてすることはもう何の役にも立たぬことばかりじゃ。さようでござる。真実でござるか。一条じゃ。それならばこの文は大切にしもうておきましょう。またすすぎものを始めましょう。はよしまわしめ。心得ました。それならばおご、我々はもう帰りましょうか。それがようござりましょう。さあさあ、おりゃれおりゃれ。参りまする、参ります。これでわらわたちは日がない一日何もせず楽々と暮らされるということで。さようでござる。あのような男は五人や七人な蹴り出しましょうが、やぶをな、やぶを。心映えの素直なところだけが取り柄でござる。ラムさんも、こそ出が流れた。こそ出が流れた。こそ出が、こそ出が、こそ出が流れた。何とした出が、流れた。流れた。流れた。こそ出が、こそ出が流れた。はよ、取らぬか。はよ、はよ、取らぬか。こそ出が流れた。じゃがぜひ流れた。わらわが取りましょう。流れる、流れる。ババアの声と、ええ、ああ、
メジオタクルのケシがまだだ。おい、今娘が川にはまったというに、そのようなものを呼んでいるということはあるものかいやい、あるものかいやい。何、川へはまった女を助けよ。さ、何度もそう言うているではないか。この文に書いてないことはせいでもようござったな。これは婿殿はわらわたちが足をござった、まあ、何とぞ肝心のして娘を助けてやってください。助けてやってください。それならば助けてもやりましょうが、あのような男は藪を蹴ても五人や七人泣け出そうなどとは言わぬものでござるぞ。申しませぬ、申しません。強行この家の主は私でござる。主じゃ、主じゃ、主じゃ、助けてやって。それならば助けてやりましょう。さあ、その杖を貸して。やい女、今主が助けてやる。このババアの杖へ取りつかしめ。やったな。いや、今男な、な、なんじゃ。己わらわが川にはまって溺るというに、文などを呼んでいるということがあるものかいやい、あるものかいやい。いや、主に向こうで何を言う。何の主、己を引き裂いてるのか、引き裂いてるの。もう足らぬぞ。あの場をどこかと捉えてくれ。やるまいぞ、やるまいぞ、やるまいぞ。Thank you.